ダミル・ジュムールは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・サラエボ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス3勝を挙げている。身長175センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス23位、ダブルス122位。ジュムホール、ジュムフルの表記も見られる。ダミル・ジュムールは、 現役のボスニア・ヘルツェゴビナのテニス選手の中でナンバーワンのランキングを記録。5歳からテニスを始める。少年時代に子役俳優として活動した経歴を持つ。2011年にプロに転校する。四大大会では2014年全豪オープンで予選を勝ち上がり初出場。トマーシュベルギハとの3回戦まで進出した。2016年リオデジャネイロオリンピックで オリンピックに初出場した。1回戦でイスラエルのドゥリセラに46、46で敗れた。2017年8月のウィンストン・セーラム・オープンでツアー初の決勝に進出した。決勝でロベルト・バウティスター・グートに46、46で敗れ準優勝となった。9月のサンクト・ペテルブルク・オープンで2度目の決勝に進出し、ファビオ・フォニーニを36、64、 62で破り ATP ツアー初優勝を果たした。大会後の9月25日付のランキングで40位となりトップ50入りを果たす。10月のクレムリンカップでも決勝進出し、リカルダスベランキスを6からに1から6、6から4で下してツアー2勝目を挙げる。2018年は6月のアンタルヤオープン決勝でアドリアン・マナリのに6から1、1から6、 6から1で勝利し、ツアー3勝目を挙げる。7月2日付のランキングで、自己最高の23位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。